はい、皆様お疲れ様でーす。お酒の塾長でーす。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯414杯目になります。今回は薬草香草系統のリキュールです。カンパリソーダ、カンパリオレンジ、ネグローニなどのカクテル、よく耳にする有名な銘柄の登場です。いただいていきましょう。お酒の種類はリキュール、薬草香草系、銘柄カンパリ、原産国イタリア、製造者ダビデカンパリミラノ、輸入者アサヒビール、アルコール分 25% になります。金額は1738円で購入をさせていただきました。1860年代、イタリア北西部ピエモンテ州、フランスとスイスの国境の州ですね。その地で処方が確立されたハーブ系のリキュールです。それがカンパリですね。なおトリノを州都とするピエモンテ州はスパークリングワインのアスティ、赤ワインのバローロやバルバレスコなどでも有名なワインの名産地になりますね。各種香草などのハーブや果実を配合して作られ、独特のほろ苦い味わいと鮮やかな赤色が特徴。世界190カ国以上で愛飲されておりますということです。カクテル、カンパリソーダ、カンパリオレンジ、ネグローニなどにもね登場しますよね。ネグローニっていうのはね、カンパリとスイートベルモットとジンをですね、それぞれ各 30ml、1:1:1で作る、まあ、あのお好みでオレンジスライスを添えるっていう、そういうカクテルですよね。なお、カンパリっていう名前はですね、このリキュールを編み出した人物、その一家の名前、カンパリさん、それが由来になります。オリジナルのリキュールの処方を今も変わらず、守り続けているカンパリは、創業者でドリンク作りの巨匠ガスパーレ・カンパリさんの際によって誕生しました。ということで、ガスパーレさんは新しいドリンクを生み出すべく、イタリアのノバーラ、ピエモンテ州の北東部ですね、その地で試作実験ですねを繰り返してですね、1860年代に現在まで変わることのない一つの処方、それはですね、今もごく一部の製造責任者のみが受け継ぐことのできる門外不出の処方にたどり着いたっていうね、そういうね、流れがあるのがこのカンパリっていうリキュールなんですね。このリキュールが完成してね、ガスパーレさんは販売ですねをするんですけど、当初はですね、オランダ風苦味酒の意を持つビッテルアルーソドランディアという名称だったみたいですね。で、このね、ガスパーレ・カンパリさんはですね、ミラノ、これはですね、ピエモンテ州の東にあるロンバルディア州の州都ですね、ミラノに進出してですね、そこでドゥオモ広場、聖堂の前、いわゆる立地がいい場所ですね、に主販店及び酒場を出店したんですけど、そこでですね、新しく確立したリキュールを提供したんですね。で、人気がね、たくさん出たってことなんですね。そのリキュールのビッテル・アルーソ・ドランディアはですね、甘美でありながら心地よいほろ苦さのある風味が大評判を呼んだっていうことで、ミラノッコから親しみを込めてですね、ビター・カンパリっていう風に呼ばれたんですね。その後ですね、ガスパーレ・カンパリさんの後を継いだのがですね、次男のダビレ・カンパリでして、この代に素敵なリキュール、ビッテル・アルーソ・ドランディアという名称をビター・カンパリっていう風にね、呼ばれていた背景もあったのでね、一家の名前のですね、カンパリに変更したんですね。それがね、まさしくこの銘柄っていうことなんですね。カンパリは苦味のあるハーブと香り豊かな植物、そしてフルーツがアルコールと水の中で浸出することで生まれるリキュールですということで、すごいですね。これまで数限りない人々がですね、
その原料の数を推測してきたんですね。20種類、60種類、中には80種類というね、人もいたっていうことだったんですけど、しかしながら現在に至ってもですね、この特別かつ秘密の処方の原料として確実に判明しているのはですね、アルコールと水の2種類だけっていうことらしいですね。すごいですね。しかしながらね、推測される原料としてはですね、キャラウェイとかコリアンダー、ビターオレンジ果皮、シナモン、ナツメグ、それらがね、配合されているのはまあ間違いないんではないかというふうに言われてますよね。その強烈な赤色、濃厚なアロマ、一口でそれとわかる苦味によってですね、この上ない多様性を実現したカンパリというのはですね、パーフェクトなベース、そして世界的に有名な数々のカクテルに使用されておりますというね、そういうね銘柄、これがですね今回頂戴していくカンパリになります。久しぶりになりますね。楽しみですね。頂戴していきましょう。ではオープンしていきましょう。はい、こんな感じですね。よく見かけますよね。しかし鮮やかなあのレッドと言いますかね、美しい、ガーネットというんでしょうかね、いい色ですよね。カンパリです。で書かれてるのがですね、カンパリダビデカンパリミラノビターっていう風に書かれてますね。で裏にはですね、このようにですね見えるかな、カンパリトニックとかネグローニというね、そういう、カクテルの作り方とか書かれてまして、エンジョイオンザロックスオアミックスリンカクテル、ロックもいいっていう風に書かれてますよね。楽しみです。オープンしていきましょう。これはスクリューキャップですね。いきます。おお、ちょっとこぼしてしまいますね。失礼いたしました。綺麗ですね。しかしね、でお気づきの方いらっしゃるかもしれませんけど、今回からねこの動画何でしょう、カメラをちょっと一新しましてですね、ちょっとね慣れてない部分がありますので、ちょっとご了承いただけたらありがたいと思います。カンパリのストレートを頂戴していきましょう。失礼いたします。すごい透き通ってですね、美しい淡いガーネットっていう感じでしょうかね。レッド、あの赤ワインの色というよりはロゼですね。ロゼのような色、そういうね、ピンクがかってるっていうことでないような感じですね。ガーネットの淡いレッド、そういうような印象でしょうかね。しかし綺麗ですね。香りを取っていきます。なんて言うんでしょうかね。根菜類とかハーブっていうのがわかる。もうはっきりわかりますね。ちょっとシンプルな表現を言うとですね、ごぼうっぽいような感じ。大根の葉っぱとかごぼうっぽいような感じ。そしてですね、なんて言うんでしょうね。サワー的なですね、そういう酸っぱいような感じもありますね。で、やはりですね、草根木皮、ボタニカルですね、ハーブ系統が、よりよく感じてですね、やはりですね、そのオレンジのね、ビターっていうんですかね、ビターの皮、オレンジピール、そのような感じもちょっとしますよね。しかしやはりどちらかというと、スパイスとかね、そのなんだろう、ハーブですよね。もう本当にこのハーブリキュールっていうのをね、形容するにね、ふさわしいような香りというね、そんな印象ですよね。まあ私はね、その根菜類、ごぼうっていうのがちょっと一番ね、あと、なんだろう、柳川風のごぼうっていうんやがなかね、なんかそんなね感じがしたっていう印象ありますけどね。飲んでいきます。ストレートです。苦いですね。その苦いっていうのもですね、ほろ苦いっていうこともそうなんですけど、どっちかというとですね、苦味豊かですわ。主メインは苦味洗練されてですね、落ち着くような苦味、どっちかというと、パワフルな苦味っていう感じですかね。でね、アシストしてるのがですね、甘みですね。苦味がね、主。そして、補助、アシストがですね、甘みというような。これはあれですね、お酒の、なんて言うんでしょう、ビギナーの方とかが飲むとですね、ストレートに関しては、わ、こんな苦い酒、ちょっと、きついかな、というふうに思ってしまうようなね、
味わいかもしれませんね。しかし私ね、こういう苦い酒も好きなので、なんか大人になるとですね、ピーマンとかゴーヤとかね、ああいう苦味が好きになってくるんですけど、それをね、なんだぞ、リンクするようなですね、美味しい苦味ですね。で、渋みみたいな余韻的な感じ、そういうものもちょっとあるような印象でしょうかね。でね、お腹にアルコールが入ってですね、ポカ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 ぬくもっていくというような、なんて言うんでしょうね、やっぱり苦味ですよね。最初から最後まで苦味一貫してるような風味という風に言えますよね。うん、いいんじゃないですかね。続きまして、加水を楽しんでいきましょう。カンパリの加水ですね、どんな感じでしょうかね。失礼いたします。しかし綺麗ですよね。はい、加水の香りを取っていきましょう。いかがでしょうかね。あれですわ、ストレートと同じです。変わらないですね。まあ、若干その淡くなったような感じはするんですけど、うん、ストレートと同じような系統、ただちょっとね、スパイシーな感じ、ホワイトペッパーとかね、あとなんだろう、カレーに使用されるようなスパイス、それがね、豊かになった印象ありますね。うん、やっぱりそうやね、スパイシーな印象がより際立ちました。加水を口に含んでいきましょう。うん、これもストレートと同じでですね、苦味がメインですわ。なんだろう、場合によってはですね、変な意味じゃないんですけど、薬を飲んだ時の印象にちょっと近しいような感じしますよね。あ、そうか、草根木皮、あとハーブ、薬草香草系統なので、薬とね、いい意味ちょっとリンクしてるところもあるのかもしれませんよね。でね、アルコール度数がね、半分ぐらいになったんで12度ぐらいになったと思うんですけど、アルコール感はね、当然ながら控えめになる。その分ですね、苦味をですね、より一層楽しめることができる。それはハーブの苦味ですね。アルコールの苦味ではなくてですね、ハーブの苦味をですね、楽しむことができるというふうにね、思われる。これをこれでありかなっていうふうに思いますよね。続きまして、カンパリのロックをいただいていきましょう。おー、すごい色ですね。はい、カンパリのロック。やっぱ美しいね、やっぱりね、こういう赤色っていうのはいいですね。頂戴していきまーす。失礼いたします。甘みが増えましたわ、なぜかわからないんですけど、なんかね、このご説明にカンパリはロックもしくはミックス度がええってね、書かれてたんですけど、これロック美味しいですわ。あのね、甘みが増えてですね、苦味がメインだけじゃなくてですね、甘みと苦味がですね、いい意味拮抗してるような感じ、そのような印象がありますね。このロックはですね、甘みがね、増した分、普通冷やしたらね、甘み抑えられるんですけど、これは甘み出ましたね、トロッとしたような感じ、それがですね、メインの苦味とですね、いい意味ですね、コラボレーションしてるっていう、そんな印象ですよね。うん、このロックうまいですね。では最後にですね、カンパリソーダを頂戴していきましょう。よくカクテルでね、有名な、銘柄のやつですね、カンパリソーダ。やっぱり色も綺麗からね、人気が出るっていうのもあるかもしれんよね。1対3ぐらいね、これね。おー、ピンクの泡綺麗やね。なんかベルギービールの自然発酵ビールのランビックのクリークとかフランボワーズ、クリークはね、それを彷彿させるような外観っていう印象ですね。結構泡立ちましたよね。そういうことか。やっぱ泡立つ成分っていうのがこのカンパリっていうのは配合されてるっていう風に
厳密に言うと泡が形成されるっていうんですかね、こうやって消えない。例えばビールだったらね、あのホップの精油、そういうものがですね、泡立ちを助けている。まあ、厳密に言うとですね、麦芽のですね、泡タンパクとかもね、影響してるんですけど、あとは多糖体とかね、影響してるんですけどね。うん、これ見るとそういうね、なんていうんですか、ハーブの精油、そういうものがね、あの含まれているっていうのはもう間違いないっていうふうにちょっと私思いましたよね、これね。全然違ってたりしてね。はい、では、香り嗅ぎましょうね、まずね。おー、この香りいいですね。あのね、レモンピールですわ。レモンピール、柑橘系とシトラス、グレープフルーツ、ベルガモット、オレンジ、場合によっては柚子、カボス、そのようなですね、シトラス系統の、ピール、皮、柑橘系統の皮ですね。よく一般的に市販されているようなあのビタミンのあのアメちゃんとか、そういうものの、顔に近しいような、そういうね、シトラス系統という風な印象がありますね。飲んでいきまーす。ああ、なるほどな。やっぱ一番うまいね。カンパリソーダ人気あんのはようわかりますわ。なんか冷やしたらちょっと甘み出たんですよね。ほんでこのソーダもまたね、うまいことね、爽快感と、なんだろう、あのスマートでシンプルな、印象になったりですね、飲みやすいっていうのも当然あるんですけど、非常にあのカンパリの、複雑な香草系薬草系のですね、ハーブをですね、演出してるっていうかね、登場させてる飲み方ですよね。これだったらね、あの、色も美しいし、あの、甘ったるすぎてちょっと、2杯3杯目きついよってこともなくて、食事とも合う印象ですよね。いや、これうまいなぁ。カンパリソーダ、やっぱり実力あるよね。甘みと苦み。これがですね、絶妙なハーモニーを織りなす。やはりでも、優勢なのはやっぱり苦みやよね、これね。まあ、ビター系のね、リキュールっていうことですので、苦味がないとね、そのビター系っていうことではないと思いますのでね、これぐらいのバランスがちょうどいいのかなっていうふうに思いますが、カンパリソーダ、その実力をね、改めてね、感じることができましたね。いやー、今回も納得できるリキュール、イタリアのリキュールを頂戴することができました。では、今回は、ビター系リキュールのカンパリで、乾杯！